さらなる拡大を。この辺いいんじゃない？この辺。デコボコにしたいんですよ。隠し部屋みたいな感じでいいんじゃないですかね。床はあえての石でも面白いかな。94か。あえての石でいきます。こっちの窓が邪魔ですね。消しまして。扉は石枠がいいかな、こうなると。かっこよく決めて、内側だね。こっちから海賊が来るわけですから、ない方がね、安全かなと。ここにつけてさ。これ移動できないもんね。形は、ここにしたいんですけども。ビールはでも移動だね。薬もちょっと移動して、でここで完成した場所にですね、薬頂戴を置くと。まあ倉庫的な感じかな。さあ専用ピーター君の大活躍でトマトだいぶ取れてますね。さあ人がしばらく増やそうないんですけど、レオたちは、まあ、レベルも必要です。あれを衣装かけないんだ。お前の部屋ちょっと一旦解放してあげよう。大移動編だね。壺は多分いるんだろうね。要求されたのかなと。衣装かけは置いてはあげますけど。この棚もいらんかな。あそこの物置がすごすぎますもんね。さあピーター、傑作へのひらめき。ピーターは突然コロニーの生活を良くする傑作を思いつきました。こうだね。確認。ないですね。うん、会ってから確認するのか。布はありますね。布はあるよと。ピーターの家にも制作で作った。ピーターは会話するを実行すると。ピーターは会話するを実行しよう。誰にか知んないけど、ピーターは明日実行しよう。何に会話すればいいんだろう。制作台に会話すればいいのかな。あ、豚ちゃんめちゃくちゃ入ってますね。豚をなんか肉にする気をね、気配があんましないんですけど、ちゃんと見とかないといけないかな。そのシーンはあんま見ないですね。いや、海賊が思ったよりね、いい感じで撃退できたんで、撃退というかね、まあ、引いてもらったんでね、かなりいい感じです。さあ、ピーターで、じゃあ、ピーターか。農業の人じゃん。会話するを実行しよう。パトリックと会話してみますと。待って。あ、来た。ピーターは木器製作台で傑作に取り組もう実行する。ピーターがやんの？え、ちょっと勘弁してほしいな。でも一応期間あるっぽいんですよ。いやー、収穫じゃ誰かに任せよう。木器ってどれよ？これか。よっ。中でも作りそうだもんね。傑作に取り組むんで。レオ、ヘルマン、これヘルマン。あ、もう夏か。ヘルマン、一瞬でいなくなっちゃったね。あ、ピーター、傑作取り組んでますが、すごい時間かかりそうです。レオのみか。お、リンゴできてるよ。みんな、リンゴできてるよ。取って。これはやっと来たね。すごい時間かかりましたけど。これなのよ。あっちは延々と終わらせそうですけど。季節ごとにリンゴが取れるわけですね。
とんでもなく長い畑でしたね。よっ。何してんのこいつ。あ、薬あったわ。ワクチンありましたね。でこれはまあいらないかな。移動させるか。使用中だから無理かな。さあワクチンができました。ワクチン外交ができますね。ゴブリンにワクチンを送り仲良くなろうと。これはねいいですよ。主導権が握ります。我々がね、建築問題も解決できましたし、あ、今ピーター問題が発生してますが、しっかりやってもらって、ちょっとこんないらないかな。農業のリソースはあんま割きたくないですね。まあどうせすぐね、終わりになりそうですけど、まあ季節始めの時にちょっとやっちゃうんで、こんなもんかな。あ、木こりがやっぱ多いですかね。調整しましょう。木こり3か。木こり2だな。でもね、木がね、なくなるんですよね。そうやってやると。難しいところなんですね。どちらを取るかと。研究してる今。あー、多分あれだね。スクロールだね。弓か、そっか、やろうとしましたもんね。石の家具をやりましょう、じゃあ。だからレオが研究してないので、今、農業やってくれたんですね。じゃがいも負けますから、やってもらって。さあ、ピーター今全リソースかけて進めてるんで、頼むよ。傑作頼んだよ。さあ、ピーターが作る傑作とはですね。傑作は失敗。ピーター一生懸命に取り組みましたが、傑作を生み出すことはできませんでした。しかしこの作業は経験として生かされ、職人はレベルアップしましたと。ピーター、だから言ったじゃないか。君は農業なんだ。ピーターよ。恥さらしですね。レベルになったんだね。悪くはないですけど。農業あなたしかいないからね。共同体がかかってますから。じゃこれいけるんだね。今思ったけど。あ、こっちからいってんのか。石結構取ってくれてるんで。増やそっかな。最大数を、ちょ、増やしましょう。石置き場。石でも消滅そうだね。買ってみてると。まあ、この辺かな。コットンゼロか。行ってきて。コットンね、一応存在するんですけども。世話をする気はあるのかなと。はなはな疑問ですね。で、ここ敵突破してきたんで、あ、壊れてるじゃん。普通に抜かれたんですね。ちょっといいものにしますか。あ、これ強化できる？あ、できるね。よし、ちょっとこんな感じでね、広げておきますよと。レオちょっとだけ仕事したね。よあ、ナイスナイスナイス。よし、ワクチンワクチン。おばあちゃんですね。おばあちゃん、おばあちゃん衛兵か。へえ、歴戦なのかな。じゃあ軽やかなステップを踏んでね。まずは薬を売ります。あ、豚です。危ない。間違えた、間違えた。ワクチンを売りますと。スクロールもらいましょう。スクロール、ワクチン全部売ろうかな、じゃあ。50払いたくないですね。鉄鉱石売って、調整しますか。ちょっとお金、多めにちょっとあげてね。お金余らせてと。医者の服売ってもいいですかね。やっぱ、生産品って高いですね。当然ですけど。コットン取ろう。みんなが全部を取らないから。ただこんな部分的に送ってるんだ、さっきから。ピーターは取るべきですけどね、ちゃんとしっかりと。あ、ピーターまだのみ3レベルなんだ。
あ、そっか、ピーターもともとゼロできてるもんね。ピーター農民の服あげたいな。達人のね。いちご知識、麦知識かな。これ栽培能力を上げまして、いちごがね、研究したらできるだろうと。これ研究いけますから、弓のためにスクロール使いますね。スクロール3個までなんで、ちょっと貯蔵で増やしたいですね。鉄鉱石、ああ、売っちゃったな。売っ払いましたからね。さあ、ちなみに今こんな感じです。外壁が違う。変えよっかな。石にしますかね。壁を、石レンガ。これ変えていきたいね。こうして、外側なら多分、さっきみたいに建築ができなくなることはないよね。あ、消えちゃうか。オッケーオッケー。じゃあちゃんとね、やらないといけないね。さあ、研究やってるかな？レオくん？レオくんやろう、研究。レオくんも多分、すっきりしてから寝たいと思うんでね。さあ、ピーター働けよ、ピーター。ピーター、じゃがいもないぞ、ピーター。ピーター、料理もするからね。やっぱ人欲しいね。次人来た時は農業専門かな。二人いないともう厳しいかな。まあ物はありますけどね。それでも、あった方がいいかなと。パトリックって何してるっけ？木こりか。まあ木こりはね、まあ必要ですからね。いると思いますが。いやでもだいぶ溜まってきたね。そんなに、ああまあ、かぶってたね、仕事今ね。木こりが一応ね、3人かな。こいつも、どちらかというと木こりやりますから、パトリックはじゃあ農民木こりを同一化しましょう。んで、優先順位ね。料理、畑の世話、コットン。料理、コットン、畑の世話だね。やってくれたらなと。優先度で例えばね、料理、コットン、木こりみたいな。作業士入れたら最高ですけどね。モッドであるんじゃないかな。探してこようかな。ああいう優先順位付けもモッドですからね。そうないかな。さあ、弓来ましたよ。弓の次、塔か。あー、まあ、家具だね。さあ、軍事の弓製作台です。もちろん、ここですね。さあ、アーチャーです、アーチャー。さあ、しっかり植えてますね。季節的に、もう秋になったらトマトダメなんで、ピーター考えよ。ピーターこっちだよ、ピーター。ピーター倒れるまで働け。これ誰？レオかな？レオが調理担当か。いい感じですね。平和だね。物をあげてやってますけども。ワクチンは、あ、もうすぐ溜まってますね。パトリック憂鬱か。いや、まだ大丈夫か。暴走はしてないね。気をつけていきたいですけど。で、ビールの樽がいるんだね。ビールを作るたるか。あそこで飲むんじゃなかったっけ？飲んでほしくないんですよ。で、レオの部屋にソファーね、カウチソファーか。お前の部屋狭いのよ。ワンルームにでかいソファーなんていらないでしょ。これでしょ、カウチソファーって。大丈夫？君の。どうですかね。あげるあげる。さよなら。ソファー消えちゃいましたよ。
こうかな。やっぱり。よし。で、武器立てとかは全員同じ場所にするっていう面で言うと、例えばね、この辺に、ここにしますか。前線を作りまして。こうですね。もう前線を作りますと。こうかな。床も置きますと。その上でこういう剣立て等をですね、置くことによって、それぞれの人のやつを覚えておかないといけないんですけど、剣のマークをしたときに、武器を取りに行きますよね。そのときに移動するように。道具と武器入れ替えるから、こうすればね、人が集まるわけですね。こっちがね。全員からあれで。まだあったっけ？武器あるね。あるけど、あるけどないというか。で、少しスペースが節約できるんじゃないかなと。あ、ごめん、君の場所ないから、外ね。かわいそうですけど。よしよしよし。よっ。ピーターは武器立てがないのかな？壺が欲しいんだ。ピーター壺が欲しいらしいんで。あげましょうか。お前の部屋狭いですけどね。道具置き場も同様にどっかまとめよっかな。うん。ちょっとこの地形が難しいね。ここに通路作るか。通路作ろう、通路。こいつさ、こうやって。絶対鬱陶しい、これ。鬱陶しいけどやろう。しない。まあじゃあ綺麗かな。渡り廊下的な感じね。医者見習いの服か。あげよう、あげよう。腰切れやろう。どの扉使ったっけ。これね。また作ればいいですね。着せとけばよかったか。弓作ろう、弓。弓作りますと。コットンはまだいいかな。さあ、見栄え的にこんな感じですね。これ屋根つくかな？締め切ってないですけど。鉄も石もないか。ツルハシが、君は一応甲府だけど、医者があるとあれか、医者の方優先するか。していいんですけどね。ちょ、22にしますかね。や、うん、や。レオはやんないと思うんですよ。あ、ヘルマンか。ヘルマンも医者。甲府医者二人がかりだね。よっ。よっ。で、レオは、なんなら農民が先に来るから、やんないのか。コットン行ってる気はまましないですけどね。これはそうしましょう。君は？うん。あ、いいね、いいね。石ないんで、取ってもらわないとね。ダメになってるじゃん、やっぱり。ピーター、ピーター。今年度のピーター良くないですね。お。コインが欲しいか、いいだろう。海賊仲良くなればさ、さっき仲良くなりましたよね。ミイラあげた時に。つまり、ゴブリン戦に来るんじゃないかなと。こっからなんか海賊戦で撃ってくんないかな。集落をね。攻撃してくれたら最高ですけど。さ、罠置いたが、まだ使えてないですね。で、ちょっと広がってきたよと。で、目標としてね。作業のこの造船所。これも一つの目標ですけど。こういったね、交渉も欲しいなと。
軍事罠と、カジーヤ、カジーバ。これ知らないですね。ちょっとカジーバもやりたいかな、じゃあ。また研究かな。さあさあさあ、ちょっと広がっていますかね。次2階にチャレンジしようかな。